皆さんこんにちは。ようこそ断蔵チャンネル。今回の断蔵とのりこの休日は飛騨高山桜山八幡宮と屋台会館を参拝見学したいと思います。どうぞ皆さんもご一緒にお楽しみください。 Hi, good morning everyone. Welcome to the Danzo channel. Our holiday in Hida Takayama is still continuing. And then this morning we are at the Sakurayama Hachimangu Shrine. And then also we are going to take a look at the carnival, the festival carriage, because the Takayama is very, very well known for that. So I'm quite excited about it. So let's take a look at it together. 行きましょう。はい、行きましょう。はい。いいですね。ここ飛騨地方に両面宿儺という反乱者が大和朝廷に抵抗し、その乱を鎮めるために竹古熊の命が両面宿儺の征伐に来て、そして平定し、この地に応神天皇を祀ったのが始まりでございます。応神天皇は宇佐八幡宮のご祭神でもあられ、ここに八幡宮を勧請し、応神天皇八幡神社となっています。何でも戦国時代には一時荒廃していたのですが、金森長近が再建をして以来、飛騨の八幡宮として大変崇敬されている神社でございます。では皆様もご参拝ください。ではちなみに本日9月23日は神火祭、火祭りですかね。この大手水鉢ね、立派ですね。明治10年10月上宝村の節句浅岩平吉が1個の石を刻んだものであると。へえー、そうだ、ワンストーン。はい。へえ。ああ、素晴らしい。すごいですね。一つの石でね、切り出しているという。お参りいたしましょう。はい、ん？この大石段は、はい。おお、これも19段。全部が各一枚の石で作られ、当桜山八幡宮氏子の人々は一枚石の段々といって誇りを持って伝えています。長さ 3.3 メートル。では参りましょう。はい、まず神社は狛犬スフィンクスがお迎えしています。こちらには末社稲荷神社でございます。こちらは狐様、稲荷神社でございます。
天満神社と筆塚、最新は菅原道真公。古くから学問の神様として受験合格を祈願したり、勉学に勤しむ人々に崇敬されています。観光は弘法大師小野の道風とともに出道の三聖と称されています。この筆塚に使い古した筆を捧げ、その筆でこの塚の字を撫でると書が上達すると伝えられています、ということで、はい、そうですか。はい、ではで私も書の上達を祈願いたします。まずあなたつけてないからSo by doing this, it says that your handwriting is going to be even better. So see what happens to his handwriting after this action. Hatashite Danzo-san no ji ga joutatsu suru ka, ato kara mite mimashou ne.ね、はい、ではお参りしたいと思います。勉学にこれからも勤しみたいと思います。観光様、はい、こちらのご祭神はマッシャテルマイ神社。あ、こちらがなにわの猫竹古熊の御事。最新の竹古熊の御事は武勇の誉れ高く、仁徳天皇の御世に飛騨山中深く両面宿儺という教族を討伐された時、この地で戦勝を祈願された後、御事の勇猛さを慕って勝武剛健の守護神とされています。また一説には歯の神様とも言われ、自分の年齢の数だけの入り豆や穴あき石を備えて祈願すれば歯が丈夫になると伝えられています。ね、歯は大切ですからね。はい、竹古熊大将軍ご拝礼をいたします。で、まあ民族学的な見地で言えば、胸族両面宿儺は古代からの飛騨の狩猟、大和朝廷に帰属してこの日本の和をもって尊しとなす、その思いに賛同した飛騨の人々、両面宿儺の思い、竹古熊の御事大将軍の活躍、いにしえの時代の物語をどうぞ思い浮かべ、個人たちをお忍びください。両面宿儺胸族と言われていますが、それは勝者の論理、今となってはこの地に皆の思いも集まり、信仰が深く厚く続いているわけです。ございます。いかがですか？全世界の皆様も
この断蔵チャンネルを通じて、どうぞ日本の文化、素晴らしい民族、お楽しみください。そしてご理解いただければ幸いでございます、ね、では屋台会館に参りましょうか。知ってた？さっき稲荷社の上の梢だけがバーって震えてたの。あと後ろすごい揺れ方。こちらは琴平神社というと、ああ、こんぴらさん。はい、ご祭神は大物主の神、ストク天皇、大名口の御子と宿儺比古那の御子と、琴平神社は安全の神様、健康の神様、体力増進の神様として崇敬されています。社殿の天井に天狗の顔があるが、口でよく噛んだ紙を天狗の顔に投げつければ病気が全壊するという言い伝えがあります。わお、ストク天皇をお祭りと疫病退散、はい、包装神サルボボ信仰の起源。はい、どうぞ社殿天井に、ね、ちょっと拝見しましょうか、せっかくのね、はい、ちょっと行きまお邪魔します。あーいらっしゃったいらっしゃった、はい、あー皆さん紙投げてます ね。はい、ではまずお参りを。わいきましょう。屋台会館でーす。皆様いかがでした？素晴らしいですね。そうですね。はい、高山市内で、うん、ね、街中にあって周りもね、はい、そぞろ歩くのも楽しい。そうですね。ね、霊源荒岡のね、はい、ありがたい。こちらは厄落とし石割り。厄玉に息を吹きかけ災難や厄を移します。払えたまえ清めたまえと念じて役割石に役を移した役玉を落として割り災難や役を払い清めますと。すごいですね。もらって割る。そうですね。という。はい。あ。はい。鯉。鯉。ジャンプしてる。鯉がジャンプしましたね。すごい。どうしたのあの鯉は。どうしたの。可愛がってるから、うん、この恋も大学に来た。そうだね、うん、見ました今ジャンポンって話し始めて。いやどうしたんだろう、恋の滝登りじゃないけど、はい、どっか登ろうとしてましたよ、ね、今あの大きいのが、はい、ご神仙の恋も喜んでいただけたようで、はい、いやびっくりした恋って飛び跳ねるのびっくりしましたね。あ、びっくりした。ご神仏ですね。お、これは、ああ、なるほど。うん、後期2600年の記念で奉納されたと。はい。ああ、なるほどね。はい、2600年ね。そうですね。はい。なるほど。これも面白いんですよ。逆さ切りの灯籠ですってよ。うん。逆さ切り、お、うん、どこに逆さ切りなんですか？この灯籠は。
さえ探しなさい、一箇所だけ霧が、ああなるほど、あの逆に掘られる、あの左のこれだけ、なるほど、どことは言わって言って、はい、わかりますか、わかりました、いや、まず東門ね、吉賀門、そうそう、ぐるり回って、ぐるり回って、はい、これは普通のね、東門ですね、吉賀門ですね、はい、逆さの霧はどこかな、それもあれなんですよ、普通にアップサイドダウンじゃない、あのアップサイドアップのね、これちょっと分かりづらい、みんな撫でて分かる、みんな撫でてそうなくなってたりして、これだこれだって言って、うん、そうですね、うん、多分だってこれすごいですよ、これ寄贈した方のお名前も、はい、今のお名前じゃなくて、はい、なんとかやなんとかみたいな、はいね、ね、花田屋来たろんじゃない、これ若田屋、花田屋、屋号と下の名前だな、うん、ね、若じゃない、若田屋さん、うん、若田屋の来たろ、はい、あった、これです、ピンポーン、ほら、あ、本当だ、アップサイダウン、普通こちらが上ですからね、はい、これか、なぜに掘ったの？あのね、つれづれ草にも完全なものは良くないとあるように、うん、日本的な考え方ですね、はい、うん、そうそう、不均等の美ね、なるほど、うん、一本だけ逆さにすることによって崩壊を避けることができると考えられて、この日光東照宮にもあるのね、へえ、それは知らなかった、うん、はい、ね、あれは左甚五郎の彫刻ですね。うん、それに、最後の一点だけを手を加えず、未完とした作品が日光にもあります。あえて未完。はい、そうです。はい。Your Japanese. Finding the beauty in the imperfection object. Beauty. Beautiful. ここが屋台会館ですね。こちらです。注意ですよね。私屋台と聞いて本当にご飯食べる屋台かと思います。いえいえ、あ、出汁です。いわゆる。はい。中洲の屋台ではないです、はい。この屋台は年3回入れ替えがあるそうですよ。布袋台、宝明台、宝王台。どうぞ実物をご覧ください。高山祭り屋台、大工差し物師、彫刻師、塗り師、金具師、鍛冶屋など匠たちの技術の粋結集して作られたのが高山祭り屋台である。これ音声ガイダンスが無料であって、はい、行った先の番号を押すとそこで教えてくれるから耳のところにつけて聞いてくださいね。はい、そうですね、フレンドリーですね、はい、では行きましょう。入館券を提示してください。どっちでしょう、こちらですね。これは花火、手筒花火ね、手で持って花火打ち上げるんですね。でも結構な大きさですね、うん、打ち上げるっていうか、あのシャーって吹き出すのよ。そうそう、シャーってやつ、マインスターみたいなやつね。フラッシュ撮影は禁止、フラッシュはたけません。はあ、いいですね。お邪魔します。ここでナンバーワンを押してください。はい。ナンバーワン押してください。はい、押してみました。ここのお祭りとは、4月14、15日に行われます比叡神社の参納祭りと、10月9日、10日に行われます。八幡宮の八幡祭り、この2つのお祭りを合わせまして高山祭りと申しております。どうですか、これは神輿ですね。八幡祭りの起源は古く、屋台というものがお祭りに出るようになったのは享保3年1718年とされています。高山祭りが日本の三大美祭の一つに数えられる
式ゆかしい祭り行列があるからです。その日本の木造文化を支える、あるいはそのものがこの飛騨高山にはあるんですよね。よく見えますね。なるほど。あの中に人が入って人形を操作するからくりですね。見どころはこのボタンの彫刻。屋台に施された彫刻の数々、この獅子の躍動感ね、この表情と、すごいですね。一頭一頭にキャラクターがある、はい、まさに日本アニメの原型、ポケモンのルーツかもしれません。母なんてね、ね、幕ですよ。コブラ織りにしてるんだ。ゴブラン織りですよ、ね、この屋台というのは京都ね、祇園祭り、これは古代イスラエルの民のシオンの祭り、ね、いいですね。素敵なデザイン。はい、うん、はあ、すごいですね。かっこいい。これきっと組によってユニフォームが違うんでしょうね、うん、エンブレムとか。桜山日光館ね、こちらも参りたいと思います。あの日光館は木工の粋を集めた、これですよ。はい、順路ですね。入り口よりお入りくださいと。お、開きました。ダーン。すごい飛騨の匠ね。いい香りがする。飛騨は紀の国、山の国、大和朝廷が成立する以前から、飛騨の国が納める税は幼朝ともに免じられ、代わりに匠と呼ぶ大工の集団を都へ送り出すことであった。山国と木と匠の関わりがここに始まる。その人たちを飛騨の匠と呼び、その飛騨の匠の名はやがて優れた木工の代名詞にさえなった。飛騨から匠の集団が都の造営に出た時期はおよそ500年、延べ5万人に近い飛騨人、技と力が藤原京や平安京を創出したと言える。陽明門10分の1に精巧に彫刻され、すごいですね。唐門ですって。どうぞ。どうですか、この精巧な
彫刻。皆様いかがだったでしょうか。今回の団蔵とのりこ飛騨高山編、いくつかのボリュームに分けて配信いたしてますので、お時間の許す限り、ね、お楽しみいただければ幸いでございます。はい、まだまだね、団蔵チャンネル素人作りなもので、不備な点が多々あるかと思いますが、どうぞ温かい気持ちでご寛容くださいね。はい、まあ、あのほら、不完全な中に、はい、ね、完全だと崩壊するってこの建物でも勉強したから、ね、はい、不完全なまま崩壊せずずっとやっていけたらいいですね。そうですね、自分たちが皆様に紹介したいものをレポートしている。ご視聴者様がいいなと思ったらご覧ください。なかなか癖のある内容が多いから。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。